王道綿の種子種子とは、種子植物で有性生殖によって形成される産布体である。一般には単に種と呼ばれることが多い。種子は、親植物の組織起源の種子という皮に包まれ、その中には受精卵から発育した幼い植物体、すなわち肺が入っている。種子はめしべにある肺種から発達する。花の作りの場合は、脂肪は中等の下などに多い。 皮脂植物の場合、種子は脂肪に包まれていて、これが後に果実となる。螺子植物の場合は、めしべの表面に乗っている。農業上繁殖に用いられるものは、厳密には種子でなくとも、種もみや種芋と呼ばれ、さらに動物についても、種馬と表現されることがある。例えば、豆は、様々な豆化植物の種子である。これを例に説明する。 創使用植物の種子の断面もしきず A、種皮 B、胚乳 C、COD、胚軸このように、種子の中には、すでにこれから発芽する苗が含まれている。下記の種子では、中の様子がかなり異なっている。種子を半分に切ると、幼い植物体は種子に比べてずっと小さく、種皮の中には、半透明の硬いものが詰まっている。これは、胚乳と呼ばれ、 肺脳の中央細胞と花粉管内に生じた精細胞の一つが受精したものに由来する。このような種子では胚乳に栄養が蓄えられている。稲や麦では養殖物は種子の末端部分にあり、種子本体の大部分を胚乳が占める。基本的に皮脂植物の種子は下記の例のように発生の出発点において極核を含む 中央細胞と生細胞が受精した3倍体核に由来する排入を生じるが、豆科など一部の植物では二次的に排入が退化し、代わりに使用などに発芽のための栄養分を蓄える。他に卵科など若干の植物で発芽のための蓄えを持たず、菌類との共生に依存するなどして発芽する例がある。螺植物の胚乳は一倍体の死生配偶体自体に由来し、 死だ植物の全容体と相同の期間で、騎士植物の排入とは異質な面がある。多くの種子は、養植物が発芽するための栄養分を使用か、排入に蓄えているため、動物から見れば魅力的な食料である。人間の植物の中にも種子は様々に用いられ、特に豆科や稲科のものは、しばしば主食の位置を占める。主食に使われる稲科の種子を穀物と呼ぶ。 蓄えられる栄養分は、澱粉か油脂の形である場合が多い。植物には、基本的に移動能力がない。ある場所で種子が発芽をすれば、そこに一生とどまるのが基本である。したがって、種子が公的な場所に到達する、何らかの手段がなければならない。現に親植物が生息している以上、親の根元は公的地であるから、親が、 自分の根元に種子を落とすのは一つの方法だが、それでは親子あるいは子供同士で無意味な競争をせねばならない。また分布拡大の意味からも、種子はある程度以上遠くに運ばれる必要がある。実際には種子にも移動能力はないので、種子の散布 EN、シードディスパースセルは何か外の力に頼らざるを得ない。そのためそれぞれの植物は、 何かに頼って種子を散布するための方法を発達させてきた。砂糖界での出種子は内的な要因で発芽が阻害されている状態では公的な条件下に置いても発芽しないが休眠が解除された状態では公的な条件下に置かれると発芽過程が始まる。呼吸によるエネルギー生産が始まり種子の中にある幼い植物体が成長を始め種費を破って伸び 葉を地上に表す。多くの植物では、種子の中の植物体は、休眠状態にある。ただし、休眠に入る気候、休眠が維持される気候、休眠が打破される気候は複雑であり、解明されていない部分も多い。一般に、発芽過程を開始していない種子は、長い期間にわたって生き延びられることが知られている。ただし、生き延びられる期間は種によって様々であり、 何年も保たないものもあれば、数十年にもわたって発芽力を維持するものもある。長いきで有名なのはハスで、日本では、弥生時代の遺跡から発掘された種子が発芽した例があり、オーガハスとして知られている。長い間地層中に保存されていた、数千年前のハスが発芽し、いわゆる古代ハスと呼ばれているものは、ハスの種子そのものを年代測定した例はない。これらは、同じ層や、 上下の相位の他の物質を測定したものから推定したものである。発芽した種子は、原生種子の混入の可能性を排除できず、根拠としての確実さは乏しい。種子を直接測定した例では、今のところ500年程度の寿命があることが分かっている。種子は、公的な条件下で発芽するが、野生種の場合、種子の集団が一斉に発芽するわけではなく、 発芽せずに残るものがあるという。これは、発芽の条件が整っても、成長の過程で条件が悪化すれば枯れるので、全種子が死滅する危険を回避するための適用であると、言われる。栽培植物の場合、発芽や収穫の効率を上げるため、休眠性を失い、公的な条件下で一斉に発芽するように、品種改良されている。どのような条件で、 休眠が解除され発芽が始まるかは、その種の性質により、様々である。種子が発芽能力を保ち続ける期間を寿命と呼ぶ。人類は、野生種絶滅への備え、植物学や農学の研究、農業で重要な作物の保存や品種改良などを目的として、多くの植物の種子を保存している。日本では、農業、食品産業技術総合研究機構の、 人員バンク、世界規模では、スバルバル世界種子貯蔵庫がある。種子寿命はトゲや保管環境によって異なる。農研機構の人員バンクは気温を、氷点下1度、湿度を30%としている。5年に1度実施している発芽試験の結果から50種の種子寿命を推定したところ、 10年未満の牧草から約130年のキュウリまで開きが大きいことが明らかになっている。シダ植物の放射能種子を形成した最初の植物は古生代末期のシダ種子植物とされている。化石として陽心表面に種子を並べたようなシダ植物的なものが発見されており、この仲間では肺状の種皮の中に死生前容体が閉じ込められている。 普通のシだ植物は葉の上に胞子を形成し、放出された胞子は湿った地面で発芽して、全葉体となる。全葉体の下面に増生器、増卵器を形成、受精が起こる。受精卵は全葉体の上で発生を始め、植物体が成長する。進化の道筋としては、おそらくそのような形から、生死の実を作る。有生全葉体と卵の実を作る。 死生前容体が分かれるものが現れたと考えられる。現在でも水性死だるいなどにそのようなものがあり、死生配偶子になる大胞子と有性配偶子になる小胞子を別々の胞子のうの中に作る。さらに、大胞子が胞子の脳から出る前に発生を始めるものが現れ、それを保護するための胞いが発達したのが種子の起源であると考えられる。このようなことになったのは、 陸上生活する遺憾束植物の生活史の中で全容体の時代が最も水に依存するからと推定される。生死が卵のところまで泳がなければならない。そのためには水が必要になり、水がなければこの段階を越えられない。そこでこの段階を母植物の上で過ごしてしまう方向へ進化が進んだのであろう。生死を作る小防子は 種子のそばで発芽しそこで精子を作れば、母植物の葉先の水滴だけで受精が可能になる。素鉄のメバナ種子の皮である種皮は、放射能の袋とそれを守る皮からできている。未発達の種子を排汁と呼ぶ。受精した卵は、母植物から栄養をもらってその場で発生を始め、小さな植物体にまで発達して、休眠状態となる。そして種子が放出され、 公的な場所に落ちるまでを待つことになる。原生のラッシュ植物では、大宝子脳をつける宝子葉は、ごく簡単な形のものが多く、祖鉄の芽花に少しだけ葉の形の面影が見られる。それ以外のものでは、輪辺状の形で、それが軸の周りに密に折り重なり、いわゆる松ぼっくりの形になっている。輪辺一枚を取り出すと、その上に左右一つずつの胚種が並んでいる。 さらに、肺種を胞射葉が包むようになったのが、皮脂植物である。肺種は脂肪という袋状の部分に収まり、小胞子は胞射葉の特定の部分に付着して、肺種まで花粉管を伸ばすことになった。ありがとうございます。